阿原温泉駅。阿原温泉駅は、福井県阿原市にある、西日本旅客鉄道、JR 西日本、日本貨物鉄道、JR 貨物北陸本線の駅である。当駅は、旧金津町の中心部に位置する、道地区の主要駅、代表駅である。事務官コードは54万1434を、使用している。有等列車の特急、白鷺。 サンダーバードの停車駅、速達のサンダーバードは通過であり、あわら温泉や東神坊などの観光地など、県北地域への玄関口となっている。主要駅であることから、朝晩を中心に東駅から福井、竹雄方面へ折り返す普通列車も設定されている。島式ホームに目に温泉を有し、退避設備を備えた地上駅で、京上駅舎を持つ。駅は、 福井地域鉄道部管理の直営駅である。建設中の未成路線である、北陸新幹線の停車予定駅であり、地元自治体が駅周辺の整備を進めている。駅構内には、緑の窓口、緑の券売機、タッチパネル式自動券売機、交通系 IC カード決済可能、友人改札口、交通系 IC カード専用簡易型自動改札機、発車表、 化粧室、売店が設置されていい。当駅には現在の駅舎が完成した当初からバリアフリー設備が一切なかったが2009年10月に地元住民や観光業者の声を受けて阿波ら温泉のおかみで構成された新木団体若草会が市長に駅にエレーターを設置の要望書を提出し、陳情した。 それを踏まえて JR 西日本は6年後の2015年に JR 北陸本線の整備事業の一環としてエレベーターの新設を発表その後2台のエレベーターが整備され共用が開始された線路は内側2線が本線下りの外側1線が対比線の構成であるなお運転指令上では一番乗り場から順に下り一番線下り本線 上り本線とされている。特急列車は、上下本線、2.3番乗り場を、福井方面からの折り返し列車は1番乗り場を、それぞれ使用する。1番乗り場の西側には三国線のホームが、現在も残っている。JR 貨物の駅は、車扱い貨物の臨時取扱い駅となっており、貨物列車の発着はない。貨物設備もなく、専用線も当駅には接続していない。 かつては、正式な貨物駅を兼ねる駅で、北陸本線と三国線と、京福電鉄永平寺線との貨車の受け渡しが行われていた。また、駅北側にあった明城セメントのセメントサイロへ続く三国線と並行する専用線があり、セメント輸送が行われていたが、1988年、昭和63年に廃止された。それ以外に、駅東側にある福井化学工業、 9、旧西の製紙金津工場への専用船が伸びており、化学薬品の輸送を行っていたが、1982年、昭和57年に廃止された。この専用船は1969年、昭和44年に廃止された、京福電鉄永平寺線の線路の一部を転用した、もので、永平寺線時代は、京福金津付近の専用船を介して行われて、 いたが、永平寺線廃止以降は、京福金津駅構内の線路も含め専用線に転用された。設置から長らく、お土産所足原が株式会社 JR、サービスネット金沢福井支店により運営されていたが、2014年の JR 西日本とセブンイレブンジャパンとの業務提携を受けて、2015年10月にセブンイレブンお土産所足原として、 リニューアルオープンした。駅周辺にコンビニエンスストアが整備されるのは、2010年、平成22年に閉店した、ファミリーマート、あわら温泉駅前店以来となった。福井県統計年間によると、2016年、平成28年度の1日平均乗車人員は1822人で、ある。近年の1日平均乗車人員は、以下の通り、 駅前には、土産物店や飲食店、商店が、若干数軒を連ねるが、駅前ロータリーを除いては換算としている。当駅の駅名にある、あわら温泉は、当駅から西に5キロメートルの地点にあり、路線バスタクシーや旅館による送迎車との結節点となっている。また温泉街へは、越前鉄道三国あわら線、あわら湯の町駅の方が近い。 阿ワラ市は2023年の北陸新幹線、金沢福井間開業に向けて、2006年より駅整備計画をもとに、駅周辺を整備している。駅から始まる暮らし、出会い、にぎわいの街をテーマに、当地への定住環境の向上や、広域交通ターミナルの強化、広域拠点及び玄関口として、都市機能の強化、老朽化した駅舎の整備などに取り組んでいる。 その一環として、地元住民と観光客が、相互交流を図る施設である A 級部が整備され、2015年3月にオープンしている。駅周辺には、市役所などの公共施設のほか、教育機関が若干数所在する。駅前に、ロータリーが設置されており、バス乗り場は、出入り口となる信号寄りから1番、2番、 タクシー乗り場を挟んで3番の順に設置されている。当駅からの路線は、軽福バスが運行しており、あわら温泉、東神坊、丸岡城、永平寺といった観光地などへの路線が発着している。あわら市が小松空港、金沢駅行き無料バスを運営している。季節運行として、以下の路線が、軽福バスにより運行されている。公営競技の送迎バスは、 以下の路線が運行されている。あわらし、コミュニティバスは廃止され、利用者事前登録制、デマンド型の乗り合いタクシーとなった。なお、運行最終期は、以下の路線が運行されていた。特急、サンダーバード、白鷺ダイナスター、おはようエクスプレス、おやすみ、エクスプレス、うち、サンダーバードは一部通過の隣の停車駅は、各列車記事を参照のこと。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。